8月17日水曜日。今日の天気は曇り時々雨。日本放送飯田工事の OK! 工事アップ 朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。おはようございます。日本放送アナウンサーの新業市香です。日本放送飯田浩二の OK 工事アップ、この後8時まで生放送です。いやー、日常が帰ってきたなという感じがね、えー。お盆休みから明けて今日からという方もいらっしゃるかもしれませんが、んはい、まあ今日もですね、いつも通りタイトルコールが若干ですが、遅れたっていうのはですね、<laughs> まあこれもいつも通りの日常ですよ。 天気を忘れたね。そうでしたね。調べるのをね、ええ、<laughs> もう直前になって分かりやすく目が泳いでいるっていうところで、<laughs> えーっと、天気どこだったっけって言ってですね。えー、そしたら新業アナウンサーがすかさず、バッと紙を出してくれて、そこには曇り時々雨という文字が書いてありました。はいえー、いつもお世話になっております。とんでもないです。 <laughs> 戻ってきましたね。戻っ,たね戻ってきましたね。確かに今日ちょっと外が暗いんだよね。そうなんですよね。もうすでにレーダーを見てみますと、うん、関東地方は南部を中心にもう降り始めているところがありまして、<ー>もう断続的に雨が降る一日になりそうですね。なるほど。傘手放せないぞという感じになると。ねなんかちょっと前の予報だと夕方ぐらいからかねなんて言ってましたけど、ちょっとじゃあ早まったかもしれない。そうですね。お出かけの際はちょっと傘を持って今日はね出かけていただければと思いますが、まあお盆が終わ やっていくなというのは、あのー、今朝のね、長官。 紙面の中でも、あの、写真入りでですね、出ているところもありましたが、朝日新聞、3年ぶり全面天下京都五山送り火というね、ええー、まあこれ、あの、俗称というか、ね、大の字が書かれますので、はい、大文字焼きなんていうのも言われますけれども、うん、まあそれだけじゃなくてですね、まあいろいろ、あの、船のようなね、ええー、ものがあったりとかもしますんで、ええー、五山の送り火というのが、まあ正式な名前というかですね、で、あのー、私、 コロナでお休みいただいたあたりからですねずっとあのテレビの,、ね、この画面にこう YouTube を接続してですねでそれでこうこうぼーっとこう見るっていうのをいろいろやってたんで,でいろいろやってる間にですねこのほらあの閲覧履歴っていうやつが止まるじゃないですかそうするとあなたへのおすすめっていうのがいろいろ出るわけですよ。<laughs> であのあの当時ですねうんカナダかかなん 自然公園でですね、はい、あの、定点カメラを設置して、で、川を映してるんだけど、川がちょうど、ちっちゃな滝みたいなところで、こう、上から流れてくる水がザバッと落ちるというところで、で、そこに向かってですね、鮭が遡上してくると。<ー>で、鮭がこう、ぴょーんと飛び上がって、上の方に行くんだけど、それを狙って、熊がですね、<laughs> 熊がこういて、んこうピョーンと上がった鮭をガブッと掴むみたいなのを、こう実際にですね、ライブでこう見せてくれるっていうこあって、えー、これをですね、ぼーっと見てるとね、癒されるんだよ。<laughs> そんなこうライブカメラをあ見てると、あ、こいつライブカメラ好きだなっていうことになって、いろんなおすすめが出る中で、昨日はですね、五山の送り火のライブカメラもあって、えー、こりゃいいなと、もうあの、家のリビングの電気を全部消して、 で、それだけを映すといういいですね。雰囲気ありますね。雰囲気あるでー。なんて言って、こう、妻とですね、見ると、まあ子供はつまんなそうにしてるんですけど、で、あの、そんなのを見てると、今度は、花火の映像とかね。ありますよね。最近そういうのもあるよね。そう。配信してくれるんですよね。これをさ、あの、電気消してみると、なかなかいいわけよ。やっぱ大曲りだとかさ、ね、長岡だとかさ、 もうあのー、ね、色とりどりの花火が上がって、うおーなんていうのは結構それはそれでね、あのー、歓声を上げながら見たんだけど、やっぱそういうのを見てると、こ妻とも話すのが、まあもちろん綺麗だし、それはそれで、ね、雰囲気も出るし、いいよねーなんて言いながら、でもやっぱりこう、腹に響くあの音っていうのが、 したいよねっていうね、うん、話をして。まあ、あの、京都のね、五山のグリーンも3年ぶりということで、まあ、コロナのね、ええーまあ、感染症対策ということで、ちょっと今までできなかったものが、まあ、あの、人でも含めてですね、えー、今年の夏は、 3年ぶりに行動制限のない夏だという中で、えー、花火大会もね、行われるところもあるし、あるいは、まあ東京都内なんかはね、えー、結構早,早々と中止を決めてしまったところもあるということで、まあなかなかこう、日常化が戻ってくるの待ち待ちだなという感じもあります。あの、コロナと、コロナの夏ということでですね、あの、いろいろメールやツイッターもいただいてるんですが、まあその中で、あここはまだ日常が戻ってこないのかというのが、ほどがやの幸子さん49歳の方、中3の娘がいるんですと。 吹奏楽部に所属していて、この夏最後のコンクールに挑戦するため、うん、血の滲むような練習をしてました。ところが、前日に、コンクール前日に、コロナなどで体調不良の生徒が多数出たので、校長先生の判断で今回のコンクールは出場辞退します。仕事中だった私は昼休み、娘から電話を受けて知り、ショックでした。もちろん娘は大泣きですと。 小学校の頃からね、学校のマーチングバンドに入って、楽器というね、特技ができてと、中学でも吹奏楽部で頑張るというふうに言っていて、もう、本当に努力を重ねてきたのを間近で見ていて、その最後のコンクールだったんです。親としてかける言葉も見つからないまま娘の話を聞いて一緒に泣きました。コロナでこんな思いしてる人はたくさんたくさんいるんだと思います。みんなの思いが少しでも行き場ができてくれたらなぁと思うんですよね、と。 うーん、本当にね、こういう話を聞くと切ないし、こういう話がね、なんかあの子供さんに偏ってるんじゃないかな、という気がしてならないんだよね。なんかこう埋め合わせることができないかなっていうのは、まあそれこそ、ね、えー、感染が落ち着いたらなのかどうなのかというところですけれども、ね、こういうところに知恵を絞っていきたいよね、というふうに改めて思った、ああ、子さんの送り火でもありました。 あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。この結構字アップはリスナーのあなた、コメンテーター、私だ、新行アナウンサー、番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です。ぜひメールやツイッターでご意見をお寄せください。今朝のコメンテーターはジャーナリスト、佐々木俊直さん。この後6時半過ぎからご登場いただきます。えまずは、岸前防衛大臣を装った捏造ツイートについて。 えー、そして、ニュース7時またぎのゾーンでは、コロナ時短訴訟、飲食店側の控訴取り下げ、違法判決確定と、えー、それから、あの、コロナ感染のね、全数把握見直しについて、昨日は厚生労働大臣が全国知事会と、えー、ヒアリングなどを行っております。それから、えー、日課議連、日本とね、台湾の間の銀行談会ですが、この古谷会長が22日にも台湾を訪問するという日程が発表されております。えー、蔡英文総統とも会談を行う そうですそれから浜田防衛大臣がアメリカのオースティン国防長官と電話会談をしましたえさらにはあニュースキーワードのゾーン国家公務員一般職試験合格者が最多であったというニュース、えー、そして7時40分過ぎのスクープアップのゾーンでは先ほどニュースが入ってきましたがアメリカでインフレ抑制法が成立バイデン大統領が署名をしたというニュースを取り上げていきますメールツイッターこちらです メールアドレスは、コージーアットマーク一二四二ドットカム。アルファベットすべて小文字で、COZY でコージーです。コージーアットマーク一二四二ドットカム。ファックスは零五七零零二一二四二。 ツイッターはハッシュタグ工事、ハッシュタグ工事1242、ハッシュタグ工事1242です。そして今週、来週は3年目の夏、私とコロナというテーマでメッセージもお待ちしています。仕事、ご家庭、地域などそれぞれの場所、立場でコロナについて感じていること、体験は様々だと思いますので、コロナに関するそうした具体的なエピソードや思いを寄せください。懸命にコロナと夏と一言お願いいたします。今週はご ご意見をいただいた方の中から毎日4人の方に JA 全農長野から夏野菜とキノコの詰め合わせセットをプレゼントしています。コージーアップの番組ホームページにプレゼントの応募フォームがあります。こちらに住所やお名前、電話番号を登録してご応募ください。ここが気になるのコーナーです。あの、今週はモーニングライフアップのゾーンでね、森田豊さん。 のお話。ま、あの、認知症のね、お母さんと、えー、過ごしたその23年間について、えー、最新刊が出ていますんで、それをね、ベースにしながらお話を伺ってますが、えー、コロナとね、夏ということで、まあ、メールもたくさんいただいてます。その中で若葉さん、えー、稲城市59歳の方、コロナ禍で一番変わったこと、それは今年88歳の実の母が私を忘れたことです。 特養ホームにいる母にずっと会うことができず、半年ぶりにガラス越しの面会をしたときに、母にとって私は娘ではなく、スタッフの一人でした。いつもすいません。助かります。もちろん以前から色々認知症の症状ありましたが、私のことだけはしっかり認識していました。なので、私の顔がわからないことは本当にショックでした。悲しいことですが、現実として受け止めないといけないなと思っています。と、いただきました。 まさに、ここのね、えー、この部分、うコロナと、この、認知、介護であるとか、というところは、まあ、これ、今週お話伺っていく中で、おいおい出てくる話にもなりますけれども、やっぱ、これは、うんいや、ネットの進化とか、いろいろあるけれども、点て点んてんてんというところで、えー、ここの部分はね、うん、なんとかしなきゃいけないところだし、やっぱり、このコミュニケーションを立つ、えー、感染、 であるとととといいいうううかかあったというかというところです、ね、あの今医療がこれだけ逼迫している中でというとまあなかなかこう冷静な議論ができないところでもありますけれどもうんその辺ね後ほどまた今日のコメンテーターの、えー、佐々木俊直さんともまあ前制把握見直し等々の話の中で出てくるかもしれませんけれども、えー、みんなで考えなきゃいけないところの一つだし、えーえー、社会を壊しちゃいけないなということは本当に思うところです。 さて、長官各社入ってまいりました。お盆明けということで、まあ特集記事でね、一面作るというところが多いようです。朝日新聞、波に飲まれる村、削られる海岸、二年後きっと海の中という、まあ SDGs に絡んでの話、まあこういう見出しが立つと、あ、あの、南洋の国々かなというふうに思うんですが、そうではなくって、えー、アフリカのガーナの海辺の村というところです。 うん、それから読売新聞、貿易より囲い込み、キロの資本主義第3部というね、特集記事です。まあ、油も小麦も自国優先という、食料安全保障についての話。 で、それから毎日新聞は新型出生前診断対象拡大ということで、まあ今はね、ダウン症など3つの病気が検査項目となってますけれども、それを拡大するというところで、まあただ解説記事の中にはですね、何のため議論進化をと、議論を深めるべきだということが書かれています。まあ確かにこれをこうね、あの、進めていくと技術的には、うーん、この、まあある意味、 えー、優勢思想にもつながってしまうようなですね、えー、ことの判断になっていくというところを、こう、 どうしていくかと。まあ、こう、技術の進化と、こう、人間の生命倫理であるとか、そういうところとの、こう、整合というところにもなっていくし、これは、本当人によって、え、意見の違うところでもあるというのと、それから、あの、もう一つ、う、思うのは、まあ、やっぱり、こう、社会全体、あるいは行政も含めての、じゃあ、この、障害をね、持っているお子さんを抱えた、あの、親御さんですとか、あるいは家族に対して、どれだけ、こう、支援ができるのかというような、え、話にも、こう、 なってくるこれを家族の問題じゃないか自己責任じゃないかみたいなことを強めてしまうと、えーまあ、じゃあ出生前診断をして、えー、しないとここ負担に耐えられるか僕らがっていうふうに、えー、思うってしまうというところもです、ねえー、考えなければいけないというふうに思います。 え、それからあ、産経新聞は認知領域加え横断作戦、防衛省方針、情報戦分析発信と。まあ、これはですね、それこそ後ほどお話を伺いますけれども、えー、岸前防衛大臣を装った捏造ツイートについて、こういう話っていうのはですね、まあ、今回、こう、ロシアの、えー、在英大使館などが絡んでますけれども、本来的には中国の強い分野であるということを考えると、非常にこれは、えー、気なくさい話にもなってまいります。 えー、そして気になるニュースですけれども、読売新聞はね、一面から写真付きで、えー、国際面に向かって展開をしていますが、えー、中国のですね、調査船、遠方5号という船がスリランカに入港したと、スリランカのハンバントタというところに入港したんですが、ここはですね、えー、中国が、まあ、ああの、インフラ整備をしますよと、お金を貸しますよということで、で、えー、大きな船がたくさんつけられるようになったら貿易だって盛りになりますよ、なんて言いながら、えー、お金を貸して、で、えー、港作ったはいいけれども、えー、その後 お金返せないんだったらしょうがないですね。物で返してもらいましょう。ということで、まあ、あの、借金の方に港取られたっていう。まあ、実際には99年の賃借という形のようですけれども、というところで。で、あのー、一方で、まあ、これね、パラボロアンテナが4つも5つもついてるものものしい船で、で、こういう船が来ちゃったら、隣国インドとしては、まあ、これスパイが来るようなもんだろうと。ということで、うん なかなか、あのー、せめぎ合いが続いたんですけど、結局にこうを許したと。まあ、それはね、あのー、これは、あもうお、港が中国のものである以上は、えー、どこまで抵抗できんだという話になってしまうと、まさにこれがその債務の罠、えー、一帯一路のお裏に透けて見えるものであるなと。で、さらにですね、このスリランカから南の方をお地図を見ますと、ディエゴ・ガルシアという島があって、ここは、もう、アメリカ軍のですね、一大拠点でもあるということもあって、えー、米、インが警戒というふうに、えー 書いてありますが、うーん、こういうところでもですね、攻めぎらいが続いているなということが見えるニュースでもありました。この時間からコメンテーターの方々ご出演。今朝はジャーナリスト佐々木俊夫さんです。おはようございます。おはようございます。よ,ますよろしくお願いします。ますさあ、まずはですね、えー、岸井信夫前防衛大臣、今総理補佐官ですが。 あの、ウクライナ軍を避難しているというツイート、まあ、捏造ツイートについて、えー、ご意見を伺っていこうと思うんですが、まずその経緯として、あの、ウクライナ南部ザポリージャの原発、これロシア軍にね、制圧されていると、で、まあ、砲撃を受けているというような話も出てますが、あの、ロシアとウクライナ双方がね、相手の攻撃じゃないかと避難してます。で、これに対して、岸さんが、ウクライナを避難する内容をツイッターに書き込んだように装う、まあ、虚偽の投稿というか、これ画像が、 で出回って、イギリスにあるロシア大使館の公式ツイッターがそれを紹介するなんてして拡散をしたと。うん でもね、異様に幼稚な句ですよ。ね。ですよ。はい、だって、騎じゃあ防衛大臣だった人が、えー、アメリカの犯罪を繰り返すのは今日が人類最後の日かもしれないなんて、ツイートするわけないじゃないですか、うんで。こんなの騙される人誰もいないだろうと思ったら、えー、そんなことなくて、左派、はい、の著名なですね、政治学者の大学の先生が、しっかり騙されてですね、うん、<laughs> 拡散してみんなから叩かれてるっていうね。うん、でもこうまあ ロシアがね、こういうことをやってるっては前からよく言われていて、一般的にこういうのね、シャープパワーっていうんですよね。シャープパワーあの昔、ないっていう政治学者が、国の力には軍事力のハードパワーと、はい、アメリカの,その戦後のハリウッド映画みたいなね、ソフトパワーです。二つがあるって言われてたんだけど、それに加えて最近はそういう情報操作みたいなね、そういうシャープなパワーがあるって中国やロシアがよくやってると言われていて。はいまあ そうは言いながら日本はですね、やっぱり言語の問題があって、なかなか日本語でね、その滑らかなツイートするっていうのを、他国の人がるのが難しい。だから今回のロシアのように、明らかにこんなの防衛大臣がツイートするわけないだろうっていうね、幼稚なツイートぐらいしかできないので、まあここがね、日本に対するシャーパーの取り出になってるとも言われてたんだけど、昨日の夜、産経がですね、独自報道で、今朝の朝刊出てますよね、認知領域って、 っていうね、防衛省の新しい方針って認知領域って一瞬何言ってるのかよく分からないんですけどそ、ね、これがまさにそのシャープパワーみたいなねその情報操作に対応すると,と偽情報の攻撃を AI で阻止をするんだと。 うん、SNS 上の偽情報で軍事上の関係があるものがないか調査、分析しているみたいな話を書いて、まあこういう分野もね、そろそろ日本も考えなきゃいけなくなってきたっていうね、うことなんでしょうね。まあ、あの、そもそもは宇宙、サイバー、電磁波という新しい領域というふうに言われてましたが、うん、それに加えてこの認知領域と、うん、まあこの、まあある意味のこう情報の操作と、それによって国際世論が作られるみたいなことが、うん やっぱ戦争にも影響してくるわけですね。そうですね。まあある意味今回のそのウクライナ侵攻に関して言うと、はい、ウクライナ側の方が明らかにその認知領域で成功しているとね。まあ要するに、ひどいな、ロシアのね、その侵攻はっていうのを、はい、まあ多くの国際世論を喚起したって意味では、ゼレンスキー大統領素晴らしい認知領域の勝利だったわけですよね。だからそこに対するこう、 まあこれがねだから、もちろんウクライナの方に利があるからみんなそれに賛同したんだけど逆ブレする可能性だってあるわけで,、はい、でここはねにどこまで公務員になれるかが難しいっていうね、えー、例えば中国なんかほら戦狼外交って戦う狼って書いて、はい、戦狼外交ってかなりこうね攻撃的な世論を作るってやってきたんだけどあれやると今度は逆にねみんなが引いてしまう。 だから攻撃かばかりすればいいわけでもなく、どうやってこう,うまく世論を引きつけるかみたいなところの戦いを多分これから本格化してくるんだろうなってい思いますね、まあ。かつてであれば、なんというか外交の力であったりとか、あるいは交渉力であったりとか、発信力とかって言われましたけど、その辺やっぱ AI が噛んでくると、自国の言語でやっても、それが滑らかに他国の言語になっていったりするわけですかこんだけ翻訳機能は、ね、機械翻訳訳機機能がね械高まって、はい 十分今後、可能性ありますよね、それはね。そうすると、何かそういうのって、外交の専門家のね領域だったものが。つまり、密室で外交官同士でやってたものが、どんどん拡大して、国民全体を巻き込むっていう、ある種のなんかね、総動員体制の民主世紀版みたいな感じになるんじゃないかって感じはしますよね。こういうい分野っってやっぱりこう 技術はどんどん進んん進ででいくわけですよねすごいですからね今ねうもう滑らかな文章滑らかな絵が何でもできてしまうって時代なのでここにどこまで人間が対抗できるのかって話ですよねうんさあそしてここで番組からのお知らせです再来週の8月29日月曜日からの1週間コージーは特別企画です題して「激論200%コージーダブルコメンテーターウィーク」 今回は毎日コメンテーターがお二人ダブルで6時台前半から生登場となります。見えてまいりました 初日8月29日月曜日はジャーナリストの須田慎一郎さんと評論家の宮崎哲也さん。コメンテーター界のまさに超重タッグがご好評にお答えして再結成であります。30日火曜日は中央大学法科大学院教授で弁護士の野村修也さんと青山学院大学客員教授でジャーナリストの峰村健二さん。ジャンルは違えど二人とも忖度一切なし腕をぐるんぐるんと回しながら登場です。31日水曜日は数量制作学者の高橋洋一さん。 さんと東京大学学先端科学技術研究センター専任講師の小泉優さんこちらも全くジャンルは違えど、初対面のインテリジェンスモンスターが二人、どんなケミストリーが生まれるのか !9 月1日木曜日は、明治大学教授で経済学者の飯田康之さん、そして、全日本銀行政策委員会審議員、片岡豪志さんが番組初登場ですそ,そうなんです日銀帰りのあの男がコー初参戦リフレ兄弟のコンビプレイを聞き逃すな 兄弟 <laughs> 最終日2日金曜日はジャーナリストの佐々木俊直さんと自由民主党衆議院議員の平正明さんです。 これは日本のデジタル化まさに喫緊の課題まったなしこれをテーマに正解からキーパーソンが緊急参戦となりましたよろしくお願いしますすいませんね煽っちゃってね <laughs> テンション高くてついていけないかごめんなさいすいません申し訳ない七時二十五分のテンションじゃないですねさらに <laughs> さらに豪華プレゼントもございます、うんはい、千葉の美味しいお米麹米大放出ですはいそうなんですまさにこれはですね 新業アナウンサーに捧げるライスシャワーと言っても過言ではございません。<laughs> 再来週8月29日からの1週間、カレンダーに先丸をつけて皆様のご支援を賜りたくよろしくお願いします。 あなたと一緒にニュースを考える飯田工事の OK 工事アップ。コメンテーターと7時をまたいでニュースを降り下げてまいります。今朝はジャーナリスト佐々木俊直さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。まず株と為替の値動きをお伝えしていきます。16日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価は前の日と比べて239ドル57セント高い34,152ドル1セントで取引を終えました。 ハイテク銘柄中心、ナスダック総合指数は25.50ポイント下がって13,102.55でした。一方、円相場1ドル134円20銭付近で取引されております。えー、顕堅調だったアメリカ小売大手の決算を受けて個人消費が底堅いという見方で、5、えー、ご営業日続進となったということであります。えー、ではこの時間取り上げるニュースはこちらです。 コロナ時短訴訟、飲食店側控訴取り下げ、違法判決が確定。新型コロナウイルス対応の特別措置法に基づいて、営業時間短縮命令を受けた飲食支援、グローバルダイニングが、命令は憲法違反などとして、東京都に損害賠償を求めた訴訟の控訴審第1回口頭弁論が、昨日東京高裁であり、閉廷後にグローバル社側が控訴を取り下げました。 これで時短命令の違法性を認めた上で同社の請求を棄却した一審の東京地裁の判決が確定したとということです、えー、去年の3月の,まああのもう緊急事態宣言がね終わる頃に出されたので,た、うんでね、ちょっとこれ分かりにくい話なんだけど別にグローバルダイニング飲食店が負けたみたいな話ではなくてえこれは明らかにこの東京都のですね えー、命令が良、まあ、くなかったと、違法だったっていうことを認定した判決だっていうね、グローバルダーリングはこれ以上裁判しても、多分新しい進展なさそうなんで、もうこれで終わりにしますと、はいまあ、要するにお金目的というよりは、東京都の違法性をちゃんとあの認めてほしいっていう裁判だったってことで、それがまあ認められた。 ええということは確定したということですき、ねうんまあの、ね、うん、この第1回の口頭弁論の中で、やと小池都知事に承認、うん、として出てもらって話をしてほしいんだとういうことを、えー、実施を求める上申書を提出していたんですけれども、まあ、そんな必要はないと、都が突っぱねたとそうです承、ね、認人も採用される見込みも低いというのが、まあうん、取り下げの理由の一つになってるわけですよね。うん、でこれね、結局、まあ、だから、ちゃんと感染対策してれば、営業続けてもいいじゃないか、はい。 グローバルダイニングは行ってたんだけどそれに対して東京都はねなんかいやいやそれじゃいかんのだと。うんうん、で、まあ、もう 緊急事態宣言が終わる直前になって、はい、その営業時間短縮命令を出したんだけど、それがね、大半がグローバルダイングのお店だったっていうんで、ええ、また、あ、も東京都のほうが一発100回を狙ってです、ね、狙い撃ちしたんだと思うんだろうけど、はい、いやいや、感染対策、ちゃんとやってれば大丈夫だろうっていうふうにグローバルダイング側はね、こう真っ向から反論していたと、うん、だ結局ね、これって、まあ、ほら、海外のね、特にあの欧米なんかだと、ロックダウンやる都市封鎖っていうね、もう強制的な命令を出して、もうとにかく外出まかりなら、 店ややめろっっていうのをやったんだけど日本はあくまでそこはねまあ時短要請とか自粛要請とかねでそれに対していや要請だったらね我々は別にそれに対して対抗してですね要請をえ従わないねええ権利もあるだろうっていうふうに言ったんだけどそこはなんかねいや要請だけどそれは従ってもらなきゃ困る。 っていうのが東京都の立場で、はいうん、いや、それ要請だったんだったら別に強制力ないはずじゃんっていうのがグローバル大義の考え方。うん、で、きげこれってね、もう根幹を言えば、一体、はい、何を根拠にして我々は、 この感染抑止をしてたのかっていうね、法的根拠もあんまりなくてですね、んなんだか気がついたら、その空気の圧力みたいなね、はい、んえなんとなくよあの自粛しなきゃみたいなところに追い込まれて、で飲食店の側から見るとね、はい、そんななんかよくわからん空気の圧力だけで店つ、ね、はい、営業停止されたらたまらんよねって。 っていうのがあったんだけど、うん、こっちは食わなきゃいけないんだよと。そこの教科は根拠はよくわかんないままここまで来てしまったっ。まあだからこれがね、良かったのかどうなのか、なかなか難しいところですよね。えー だこれ、あのね、原告のグローバルダイニング側は、うん、あの、この、い、い、憲法違反の部分を争点にもしていて、うん、えー、営業の自由というものが、まあ、憲法解釈上あるだろうということで、で、ここの部分はどうしてくれるんだという、で、結局この判決を見ると、憲法判断まで踏み込まなかったですね。踏み込まなかったですよね。本当はそこまで踏み込んで、 じゃあ次にもしね、感染、ま、ね、パンデミックみたいなのが別の病気で起きたときに、一体どうやって日本はね、対応するのかってとこまで本当は議論しなきゃいけないと思うんですよ。だからそれをじゃあ、ね、 憲法論議しないでそれをやり過ごせるかってそれはできないわけでやっぱり憲法論議までしなきゃいけないと思うんだけどなんかねこう全体に国を挙げてそこを回避してる感じっていうのがあってですねそれが政府の側だけじゃなくてね東京とか政府の側だけじゃなくて国民の側もあるいはいろんな人も含めてってことなんですけどなんかなーなーで済ませてるってこれ <laughs> これね一方でまあ生存権であったりとかというのももちろん憲法上で認められているまあ基本的な 人権の部分であるから、結局憲法上の権利と憲法上の権利がぶつかるときに、それをどう調整すると、うん、そうなんですよね、うん、だから結局、これってまさに政治だと思うんです、だから、感染抑制か、感染防止か、それとも経済を動かすのか。うんはい っていうね、これが二者択一じゃないわけですよ、ええ、どっちもやんなきゃいけない、ええ、経済も動かさなきゃいけないし、感染も抑えなきゃいけないので、うん、そそのバランスを、ね、どのぐらいのところで取るのかと、ゼロか100かじゃないわけですよね、うんで、そのバランスをどう取るかってことを議論し、それを政治的な実行力で、はい、じゃあこの辺のバランスにしましょうっていうのをこう、えー、信頼されてる政治家が決めるぐらいなところが、まあ、理想的な僕は政治だと思うんですよ。うん、ゼロかかかっっってていうかね答えがはっきりしるるものをる、はい、もの決めんんだたらそな 政治家なんかいらないわけで AI かなんかにやらせればいいわけですよねでもやっぱり答えがないとだからゼロから100の間で感染と政治あの経済のね両方があってじゃあ70対30にするのか60対40にするのかあるいは50対50にするのかってそこをね決めるってところをねきちんと議論しなきゃいけないしそこを判断する能力を多分社会にとっては求められてると思うんだけどなんかねやっぱり日本ってほらゼロリスク的な進行があったりするんでどっちかに極端に振いんする に触れよううとするっていうね、うん、ここはなかなかね、議論になりにくいですよね、いつもいつもねでしかもそれが局面局面で変化すると、であのウイルスが今、全くわからない状態だったら、うん、じゃあ、安全サイド振らなきゃなんないし、うんで、ところがウイルスが分かってきました、でえー、でさらに進めれば、ワクチンが出ましたとか、特約出ましたとか、うんでえー、また変異しちゃって危なくなりましたとか、うん、こうどんどん物差しの、ね、右左がそうなんですよね、だからそれこそ、ね、コロナの最初の頃ね、まだワクチンがなかった時代。 にもうほっときゃどんどん人が死ぬっていう、ねうん。だから海外ではロックダウンまで行ったそうですよね。うん、で今これだけワクチンもう有効性が明らかになって、えー、なおかつまあオミクロンの今の BA.5 に関してもオミクロン対応ワクチンっていうのが、はい。 ついにね、今度出てくるわけで,で。そうすると、まあ、ある程度ワクチンちゃんとやってれば、経済動かせるよねって話にまでなってきてるわけだから、はい、まあ、その都度その都度、すごい細かく有料動くわけですよね。ところがね、ここわかんない人はね、なんか、前と言ってることが違うじゃないかって怒り出してるんですけど、えー、いや、はい、前と言ってることが違うのは当然で、状況もね、うん 医学もどんどん変わってるんだからっていうにお医者さんたちは散々説明してるんだけどなかなか分かってもらえないっていうねうん。で、そこのコミュニケーションとかも結局断絶しちゃったってのが、ね、そうなんですよね。で、うん、まあみんなイライラしてるもんだから、ね、もう医療関係者にね、もう罵声をぶつけて、<あ>なんかそれでご,ごまかすみたいな感じになっちゃってますよね。うんうんえー、新型コロナへのね、えー、対応について、うん、まあ,あ、経済か、あるいは感染の抑止かという、うん、ところで、まあ まあその、ねえー、バランスをどう見極めていくか、ま,あ、まさに政治の役割で,あるとそうですねただ、もう3年近く、2年半ぐらいたってです、ね、はい、だん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 見えてきたものもあって、とりあえずやっぱり一番大きかったのは、ワクチンが、はい、これだけ広がった結果、ワクチン接種、まあ、今だと3回もしくは4回ですけど、えー、だとそんなに重症化はしない、なくならないと。だから現状でその 経済か感染防止かっていう、両側に振り切れる必要はあんまりなくて、感染防止しながら、経済を回すことは十分可能だっていう共有認識ができてる。それは何かというと、一つはワクチンをきちんと打つことであり、もう一つはまあマスクはちゃんとしましょうっていうね。まあこの二つかなと、そこさえ守ってれば、前ほど、まあこれね、三密をどこまで はい。許容するのかっていうのは結構難しいところで、それこそイベントとかどうするんだとかね。あと、まあ、先場ほら、泡踊りとか始まって、そうですね。みんなマスクしないで踊ってますけど、あれもね、まあどうなのかっていう議論も結構あるんだけど、まあでも、そのワクチンマスクだけちゃんとやってる、ある程度緩めても大丈夫だよねっていう議論にはなってきてる。ただ一方でね、うん なんだろうな今の沖縄なんかそうですけど、はい、ものすごい感染爆発状態で、えー、今朝ニュース見てたら、うん、もう病床使用率が100%突破って、突破って何なんだっていうね。もう全く怪我しても何しても、急病でも、えー、病院には入院できない状況になってしまってると。うんうん、で、なおかつその、ほとんどが大半病床使用してるのが観光客。 っていうね。<ー>東京とか、その、本州から行ってるね。で、まあ PCR 検査して熱出して、で、うん、これで結果が出たらもう沖縄から戻れないっていう状況になりそうな人がみんなね、怖いんで飛行機乗って帰ってきてるっていうね。う飛行機なんかはものすごい状況になってるんじゃないかと思うんですけど、だから、まあこれ沖縄だけじゃなくて東京とかね、はい 本州も同じで、もうどこも病床がかなりいっぱいでですね、で発熱外来もかなりね、長蛇の列になっちゃってると。はい、で、これをどうやって抑えるのかっていうのが結構次の課題になってきてんじゃないかなっていう。う重症化して死ぬ人は少ないんだけど、もう病院が麻痺してる。 この状況なわけですよね。えーえー、うん。まあね、で、ここでよく言われるのが、あの大半が軽症の方だと、うん、ただあの、軽症だと言ってもこう、お医者さんの言う軽症っていうのは、われわれのイメージとはちょっと違っていて、うん、酸素吸入の必要がなければ、これは軽症なんだと、まあ、そうすると、対症療法でお薬で治していかなきゃいけないけれども、うん、やっぱそこで症状がきつくなってくると、入院させてくれっていうふうに、そうですよね、この入院させてくれるの,の,の判断が難しいところだと思うんですよね。はい、あの 聞いてるとね、だから、まあ、要するに自宅療養もうとにかくするしかないと、要するにもうすべての検査をきちんと行って、ちょうどほら、全数検査をね、はい、やるかどうかってことを見直しっての政府が言い出しているわけなんですけれど、えー、今まではね、PCR とかね、はい、えやっても全数検査して、とにかく全員を特定しようってやり方してたんだけど、もうちょっとそれやると発熱外来、まひいち、はい、なのでもうな分で ね判断して、熱が出たらお家で寝ててくださいと。うんえー、で、まあ実際に病院にかか仮に発熱外来行ったとしても出せる薬がロキソニンとか入る、はい。熱冷まし。熱まししか出ないので、家での、一の薬飲んでるとあんま変わらないから、家で寝てくれて。 っていう話なんですよ。ただ、見てると今のオビクロの BA.5 って、喉の痛みとか半端ないらしいですよね。うもうナイフで切り裂かれるぐらいに痛いみたいなのをよくみんな報告してると、うそうすると、家で寝ててね、そんなに喉がね、切り裂かれるに痛い状況で、熱も40度近く出て、自分でこれがまだ家で寝てていいのかどうか、判断できるかどうかって、これわかんないですよね、そんなものね。でそうするとどうしてもじゃあ救急車呼ぼうかって話になっちゃう。でもそうすると救急車は、 行っても来てもらえない、はいえ。来てもらっても入る病院がないっていうね。うまあそういう、こう、我に状況になっちゃってるのかなと。だここをねどうやってその ね、病院あの、お医者さんが判断しているような判断を、え自宅療養している人ができるようにするのかっていうのは、うん、ちょっと次の課題になってきてるのかな、ね、って感じはしますけどねうん、まあ、本当ね、症状が軽ければ、あの解熱鎮痛剤を飲んで、うんえ、家で寝ているって、まさに私、そうだったんですけど、うん、それで十分に回復してくる病気でもあるという、ね、人によってだいぶ症状は違うみたいですね、すねこれね。 まあただね、全数を検査するであるとか、ね、うん、無症状の方まであぶり出して、みんな自宅待機みたいなことって、それじゃ社会全くないじゃないかっていうの、うよ,ね、ようやくそういう議論になってきましたねまあ会社が、ね、なんか休むんだらコロナの,あの証明書もらってこいんだって言ってる会社もあるみたいで、うまあそういうのはやめましょうって話ですね、うん、とりあえず、ね、まあその辺もね、マイハーシスっていうシステムの中で、うん、え実は証明書も出せるんだという話があるんですが、なかなかその辺がまだ浸透していないというとことですね。 てですね。国民税に行き渡らして自分で検査してで自分でマイハーシスにこう、うん、登,録登録してそれで証明書をそこの場でウェブで出してもらってそれを会社に渡すぐらいな方の仕組みにした方がいいんじゃないかなと、はい、東京都は今そっちの方向にやろうとしてますよねうんおはようニュースネットワークえまずは気象に関する情報をここでまとめてお伝えいたしますえ前線や低気圧の影響で各地で大雨となっていますこの大雨の影響で 石川県輪島市、鹿町、穴水町、佐賀県嬉野市、やあ長崎県下津島、上津島に5段階の警戒レベルの中で警戒レベル4にあたる土砂災害警戒情報が出されています。降り続く大雨のため土砂災害の危険度が高まっています。避難が必要となる危険な状況となっています。また土砂災害の危険性が高まったとして、長崎県津島市のおよそ 1>, 1万1500世帯、石川県輪島市のおよそ1300世帯に避難指示が、佐賀県嬉野市のおよそ1000世帯に避難指示と高齢者等避難が出されています。崖や川の近くなど土砂災害の発生する恐れのある地区にお住まいの方は、早めの避難を心がけるとともに、市町村から発表される避難指示などの情報に注意してください。 えー、気象に関する情報でしたこの佐々木さん、ねあのー、今月に入ってからさまざ、あ、まなところで、えー、この豪雨とこういうものが起こってますそうですね、もう常にどこか出かけるとき、移動するときは、その第2、第3のこうプラン B、プラン C の移動方法とか、ね、考えとかね時代に入ってきてるかなって感じはしますよ、ね、うん佐々木さん、ご自身も、ね、3拠点生活で東京と軽井沢と福井そう結構ね、台風が来て軽井沢から帰れなくなったりとか、この前も福井の豪雨で、はいあまあ、例南なんで、 うちはそんなに雨がひどくなかったんですけど、はい、結局北陸音線の特急が全滅しちゃってですね結構どうやって帰るんだって大変だったですよもう各駅停車でゆっくりゆっくり前かまでなんとかたどり着いて直通の特急はなかなか動かなくなってしまってすすよ、ね、だから、ね、この辺もそういうところを頭に入れながらやんないとな、ね、特にねお盆で移動っていうことになると慣れないところにされますもんね うんえー、ぜひ情報にいいチェックをしていただければと思いますえ。気象に関する情報をまとめてお伝えいたしました。では、この時間取り上げるニュースはこちらです。古谷日下議連会長、22日に台湾訪問、蔡総統と会談へ。 超党派の議員連盟、日華議員懇談会の会長、自民党の古谷刑事衆議院議員が、今月22日、来週の月曜日から24日までの日程で、台湾を訪問する方向で調整に入りました。蔡英文総統や防衛当局の方々と会談をし、結束を確認する予定です。 まあこの台湾というと、ねえー、ペロシねねアメリカ下院議長の訪問からうん、まあ、非常に不運休という感じになっておりますそうですね、まあ、なんていのかこの、今回の、ね、フリアさんの訪問にしろ、ペロシの訪問にしろ、はいまあ、メリット、デメリットは多分両方あって、ですねメリットとしては、えー、いや、われわれは台湾をちゃんと守りますよっていうね、うそのアメリカあるいは日本の意思っていうのを、まあ、あの公に見せる。 っていうメリットは必ずあるわけですよね。まあ、はい、台湾の人は実際ね、ペロシ訪問で非常に喜んでたって、うん、ニュースもあったりとかして。でも一方で、 中国の側もうまあこれに対抗してね、今回の,その日本の議連の訪問にはあんまり反応はまだしてないと思うんですけど、ええうん、この前のペロシの訪問とその後あの、はい、議員の代表団の訪問とかでは軍事演習をガンガンにやってですね、のうん、でもあの軍事演習やってるのを見ると、はい、いや台湾というかで日本ってやっぱりすごい 近いよねと、はい、先島諸島からもうすぐそこですからね、はい、見えますからね、えー。だからあの空域で、ね、海域で軍事演習やってると、やっぱり日本は全く無縁ではないなって改めてわかると、えー。まあ日本の排他的経済水域のミサイル5発撃ち込まれますたね。そうなんですよね。で、しかもこれがもう当たり前になってしまう。うん で、で、だから、新状態みたいなことをしてますけども。はい。そうすると、まあ、日常的にね、その台湾の領空を中国機が侵犯したりとか、あるいは日本のその排他的海水経済水域にですね、こうやってきたりとかっていうのがね、当たり前になってしまうと、なんかじわ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 ,じわと、その戦争の危機が高まってしまうと、うん、これに対してどう対応するのかってことはやっぱ真面目に考えなきゃいけないんだけど、今のところこうやって台湾を訪問してね、我々は台湾を守りますよって意思を示してるだけであって、 そっから先どうするのかっていう、ね、具体的いる議論がねあんまり進んでないですよね例えば台湾、えー、在留法人2万人以上いますよねもし台湾有事があった時に、はい、その2万人以上の在留法人をどうや で避難させるののかかとかっていうのをちゃんと議論しなきゃいけない、考えなきゃいけないんだけど、立案しなきゃいけないけど、そこちゃんと多分できてないわけで、今のところ日本にしろアメリカにしろですね、なんとなくこう、姿勢を示すにとどまっちゃってるっていうね。で、じゃあ実際に有事が起きたら、日本とアメリカ、まあ日本は何をするのかっていうね。実際にこれで日本の自衛隊がですね、防衛出動して参戦するっていう可能性は多分あんまない。 現状ではねんまあ次今度どうなるか分かりませんと、はい、台湾の人の世論調査を見ると、ええ アメリカ軍が今一つ頼りにならないんで、自衛隊に助けに来てほしいって言ってる人が6割ぐらいいるみたいな数字があったりとか、期待感すごいんだなと思うけど、今の現状の日本の憲法とですね安全保障体制から言うと、ちょっとそれは現実的じゃないかな、どっちかというと、アメリカ軍が出動して、それに対して空中給油したりとか、陸上の、の海上補給したりとか、そういう後方支援に回るのが多分ん、妥当なところだろうと思うんだけど、じゃあ、それをどういうふうにね、役回りでやるのかってことは、 んままだそこまででできてないと思うんですよね。まあ、本当、その辺ね、このお盆にも、まあ、シンクタンクが、まあ、シミュレーションをやってで、えー、国会議員の方々なども参加をしてやったということですけど、えー、結局、今、どんなことが起こっていて、うん、そこに対してわれわれが何ができるのかって、事態、うん、認定で時間がかかったみたいな話が出てきましたよ、ね、結局そういうことですよね、情報がちゃんと緊密に流れるような体制になってないということですね。えー日 対中のそのの、うん、米ででですすねね<の>そそってことですよ、ねはい、だそれこそなんかね、うん、あのシン・ゴジラの映画で見たみたいなこう書類ひっくり返して、<laughs> この事態にここが認定できますみたいなことをやるつもりなのかっていうね。うねいきなり師匠官邸にコピー機持ってきてみたいな、そういう話なのかっていうね、そんな時代じゃないと思うんですけれど。うんうん、だその辺ね,ね 考えとかなきゃっていうか、そうじゃなくてしかるべきっことになりますもんね。んねだからそれをまあ、公でね、触ってしまうと、また中国を刺激するので、どんだけ水面下でそれを進められるかって話で、えー、まあ、それを実際にね、まあ、自衛隊の人も防衛省の人も考えてないことはないでしょうから、いろいろ考えてはいるんだろうけど、できればそこをね、ひかにどんどん進めてほしいなと思いますね。う えそして、まあ、それにも関連してですけれども、続いてのニュースが、浜田防衛大臣とアメリカのオースティン国防長官が電話会談をしたというニュースであります。まあ、浜田さんは就任して、え間もないということで、え就任後初めてアメリカのオースティンさんとおよそ30分間電話で会談をしたということで、あの、今月4日の軍事演習、弾道ミサイルのお打ち込みなどを強く非難するとともに、まあ、いかなる事態にも対応できるように日米緊密に連携していくことで一致をした とということであります、うん、今後の、ね、日本の安全保障をどうするのかって安倍元首相が、うんあのね、現役時代というか首相時代に引いた路線というのがあって結局、それってアメリカにもちろん頼らなきゃいけないんだけどそれだけでは多分今後、心配だよねと、はい、アメリカが、ね、世界の警察からどんどん撤収し始めてきて、うんえー、海外にあんまり興味を持たなくなってきていると、はい、だからこそ,その自由で開かれたインド太平洋みたいなね、はい、形でインドとか その西の方の国も巻き込んで安全保障体制えある種の集団的自衛権的なものを作りましょうとで同時にクアッドみたいな枠組みもえ作りっていうですねそのまあ要するにアメリカだけではないアメリカを含めた形でのもう少し広域な集団自衛権を確立するっていう方針でずっとやってきたわけですよね。これをね多分アメリカっていうか他の国から見て日本は今後ね安倍さんなき時代にねどうやって って方針を作っていくつもりなのか、岸田は一体何考えてるのかっていうところは、多分ね、心配どころであり、われわれ国民にとってもそこはね、どうするんだろう、自民党はっていうところだと思うんでまあね、折しも今年その三文書と呼ばれる国家安全保障戦略と、うん、まあ防衛計画の対抗、中期防衛力、整備計画がこう新しくなると、でこれあの、小谷哲夫さんがツイッターで指摘してたんですけど、うんうん、日本だけインド太平洋戦略ってものがないんだよねと。 ああ、そこまで整備しないままで来てしまったってことなんですね。外見としては一番最初に旗振ったんだけどと。<laughs> か,となんか、最初の初動は良かったのに、後がついてこないって、まあ、日本はよくある、ありがちな政策の失敗ですよね、これはね。まあ、でもそう言いながらね、ほら、イギあの、イギリスと日本はね、はいえー、次期戦闘機共同開発したりとか、えー、あとドイツが太平洋側にね、はい 戦闘機飛ばしてきたりとか、はい、ヨーロッパもほらあの、ウクライナ侵攻で結構、安全保障もう一回見直した方がいいよねって話になり、それで、まあね、さっきも話したような、そのアメリカがだんだんこう頼りにならなくなってきてる中で、はい、西側諸国で団結しようっていうね、それはだからもうヨーロッパ、生きないだけではなくて、えー、日本とかねその、まあ、あるいはオーストラリア、ニュージーランド含めた、太平洋の西側諸国とも、えー、全体的に同じような形で,です、ね、拡大した NATO みたいなね、はい、そういうイメージに持っていこうと。 っていうのがドイツ、イギリス、えー、あたりから出てきているのでこの方向をまあ日本は、ね、ちゃんとやっていくべきだというのは思いますよねうん、まあ、そうすると、ひょっとすると憲法問題になるかもしれないそうなんですよね。うそうも議論しないとで安全保障、まあ、例の安全保障法制で散々戦たたかてさ日本は、ね、一歩踏み出したわけなんだけどそれをもう少し踏み出してさらに集団的に自衛権をどうやって確立するかという,、ね、う話になってきているのかなと思いますね、うん、続いて教えてニュースキーワードです。 国家公務員一般職試験合格者最多国家公務員の一般職試験の合格者数は今年度8156人で試験が始まった平成24年度2012年度以降で最も多くなりました人事院は新型コロナ関連の業務などに対応するため各府省で採用人数を増やしたことが影響しているとしております 倍率は3.4倍、2年連続で最低。で、女性の合格者は全体の4割ということであります。うん、なんか数が増えて、はい、人気があるように見えるけど。ええ、ええ。 実は人気はないんですよね。人気は、ね、人気はどんどんしてる。まあこれ一般職なので、んうん、あのー、なんだろうな、総合職とは別ですよね。いわゆる企業の総合職、はい、一般職と同じで、まあ総合職が昔からやれてる、いわゆる上級職って言われてるからね。はい、キャリアと。エリートキャあの、官僚を作る人たちで。で、このね、最近問題になってるのは、まあ一般職、総合職両方なんですけど、やっぱブラック労働があまりにひどいっていうね、はい、う厚労省とか有名ですけどね。えー。あのー、えー、コロナの時に、はい 内閣官房の、ね、新型コロナ感染症対策推進室て。はい え、一ヶ月の超過勤務時間が378時間になった時があった。いや、これ残業だけで378時間。378時間って1日10時間以上ですからね、残業はね。そうですよね。ねそれとは別に、だから8時間の勤務があるわけですよ、ね。そで1日18時間とか20時間ぐらい働いてるて。いや、本当に一体いつ寝るんだよって話ですよね,ね。それでそんなに給料いいかっていうと、まあ、今やね、日本の企業は本当給料落ちてやってるんで、はい、そんなに悪くはないんですけども、すごい,いい給料とも、 でね昔はんだろうなこうまあ国家公務員っていってもすごい優秀なエリーとかね総合職に入るわけじゃないですか、はい、東大とか出てるようなね、えー、でまあ一般企業行ったりとか起業するよりも当然給料は安いんだけどただまあ何だろう,んえー、うか 国のね、使命を背負ってるっていう責任感が持てるとか、はい、あとまあ、いずれね、その退職、定年退職なりなんなりした後には、まあ、甘下りとかでね、うんうん、そこそこいい収入が確保されてるみたいな、そういうおこぼれもあったわけで、だから目指す人が多かったんだけど、今もうね、甘下りやっちゃいけないってのはもうね、うん、10年、20年前から言われていて、みんなあんまりできなくなってきてると。はい、そうするとなんか退職後の高収入とかあんま期待できない 実利的なところで言うとねで。もちろんその国を背負ってるっていうその使命感相変わらずあるんだけど、でもあまりにも労働条件がひどすぎるので、うん、でしかもその労働のひどさがね、本当に純粋にそのやんなきゃいけない業務が大変で、たいあの、うん、時間外労働が多いならまだいいんだけど、国会対応とかがね、はい、もうやたらと多くてですね、えー、なかなか野党議員がですね、はい 質問書を出してくれないみたいなねで。それで延々と深夜まで待つみたいな。はい、国会会期中は。っていうなんか無駄な労働があまりにも多かったりとかで、だんだんその使命感さえもね、えー、うこう、持てなくなってきてるっていう現状があり、はい、だからかつてはね、ほんと東大卒とかすご多かったんだけど、東大卒でその国会公務員総合職目指してはどんどん減ったりとかしちゃってる問題があったりとか、まあ年々ね、倍率も下がってきてるみたいですよね。よね構造的な問題変えなきゃならないと 国の根幹ですからね、官僚の優秀さって。ここが失われたらね、日本終わりですよ、本当に、うん。続いて、ここだけニュース、スクープアップです。この時間、最後のニュースを、スクープアップバイデン大統領、インフレ抑制法に署名。 バイデン大統領は財政赤字削減と気候変動対策を柱とする日本円で57兆4000億円以上の規模のインフレ抑制法に署名し成立しました。予算規模は当初案から縮小しましたがバイデン政権の目玉政策で11月の中間選挙に向け与党民主党やバイデン氏にとって追い風になると言われております。 アメリカはこのインフレっていうものを何とかしないといけない,い相当すごいインフレみたいですからね。あとまあ後継期だって。 っていうのもねあ、あの、後押ししていて、はい、ここは日本と全然状況違うんだってことはちゃんと認識しておいた方がいいかなっていうね。うん、アメリカ今ね、人手不足で大変みたいで、うん、とにかく給料がどんどん上がっていて、はい、で、みんな転職するじゃないですか。転職と給料良くなるので、みんなどんどん転職していなくなってしまうと。うん、で人手不足が加速してるっていう状況なんですよね。で、ああいう状況を見てるとね、やっぱり、なんだろうな、こう 転職しないで、今の仕事に留まって給料上げていくってなかなかやっぱ難しいんだろうなっていうね。日本が給料上がらないのもね、その辺に一つ原因があるのかなと。まあ、かといってね、簡単に雇用をね、流動化すればいいのかって話でもないので、やっぱそれで苦しむ人もたくさん出てくるから、えー、なかなかアメリカのようにすればいいって話じゃないと思うんですけど、えー、まあ、だいぶ状況は違うよねと。で、日本の場合には、 インフレになってるのは全く同じなんだけど基本はコストプッシュインフレみたいなところがあってですね、はい、まあエネルギーとかね食料の価格がえインフレを引き起こしてるだからまあ全てのものが上がってるわけじゃないわけですよね、うん、エネルギー関連と食料関係しか上がってないとだからこれたちどうやってインフレを抑制するのかっていうのはもうちょっとね慎重に議論した方がいいんじゃないのかなっていうね。日本の場合は。なんかね、与野党でインフレの原因が違う、はい って言い合っっってててる指摘があ,ってあープーチンインフレと岸田インフレって言葉があるらしいですね。プーチンインフレと岸田インフレ。自民党が主張してるのは、うんうん、インフレの原因は、インフレの原因はプーチンだと。まあ、あ<ー>ウクライナ侵攻だとね、はい。エネルギーと、えー、食料が上がってるんだって。これは正しい見立てだと思うんですけど、うん、立憲民主党なんか言ってるのは岸田インフレだっていう。うんうん、要するにあの金融緩和 はい、でアベノミクスからすぐ金融緩和をやめないのでインフレになっちゃってるんだっていうね。ただ、これをね、やめるかどうかっていうのは相当議論になっていて、今ここでやめてしまうと結局、はいうん コロナ終わり、ここでなんとか成長軌道に乗ってきている経済がもう一回またねデフレになって失速してしまうんじゃないかという危機感があってだから緩和はやめられないよねとここで金融引き締めになってどういうふうになるのかちょっとまだ予測つかないですよね、僕は経済学者じゃないのでどっちが正しいんだと言い切れる根拠は何もないんですけどただね単純に金融緩和をやめて引き締めに走れと要するにこれは欧米がやってるんだと。 ね、はい。欧米も引き締めしてやってんだから日本もやれよっていうのはちょっとね、単純明快すぎる。 素朴なな議論じゃないかなと、うん、まあ今ね、それこそ借り入れして、なんとかなんとか事業をこう、ねうん、やってる企業からしたら、え利上げってことは、これ、利払いが増えるぞってう、ね、倒産、ね、件数がちょっと数が、うん、ちょっとずつ増えていってる現状でいいのかっていう,、ねうん、うだから欧米の場合には、景気がいいから金融引き締めしても大丈夫って話なんだけど、はい、日本は景気よくないので、うん、ここで金融引き締めしたら、確かにインフレは収まるかもしれないけど、同時に景気もね、はい 失速してしまう可能性っていうのはちゃんと考えなきゃいけないかなだから岸田インフレかプーチンインフレかって言われれば、うん、僕はやっぱプーチンぐらいなんじゃないかなと思うんですよね、うんうん なんというかね、うん、そこのこう全体像じゃなくて、ピックアップした部分だけで、物価が上がってるじゃないか、だから引き締めるんだ、みたいになっちゃう。うん、それこそ今日の日経なんかも、うん、みずほマイナス金利、日銀当然預金9000億円で、みたいな記事が出てて、うん、これだけ見ると9000億円も損してるのかっていうふうに見えるんですが、うん、実際そうじゃなくて、みずほが損してるのは7000万円。<laughs> なるほど。そうですよね。オーダーが違うっていう。うん だからね、この状況のインフレに対してどう対応するかっていうとね、はい、僕は金融引き締めじゃなくて、ええ、おそらく財政出動なんじゃないかなと。まあもちろんね、財政出動するとお金がさらに増えるわけで、総量がね。はいええ、そう、それはさらにインフレを、えぇ、ー、あの、後押ししてしまう。 っていう議論も確かにあるんだけど、一方でこのコストプッシュインフレで、うんえー、しかも景気があまり浮揚してない状況だと、やっぱり財政出動して金をもう少しばらまくっていう方が、うん、結果的には例えばそのエネルギー。 はいのね、高騰に対してそこを補填すするとかですね、えー、そういうことをやった方が、まあ、生活は楽になり、同時に経済の、うんえー、活性化にもつながるって方向になるんじゃないかな。うかなぜかね、財政出動してインフレ抑制っていう議論にあんまなってないですよね、ねそうですよね。うん、で、そこで回っていけば、まあ、賃金が上がることによって、 別の側面からインフレのこう圧力というかで、ねあの、これもよく議論になってるんですけど、コストプッシュインフレだから、賃金は上がらないと、はい、インフレになってもね、だからも,ちろんもともとほらあの、アベノミクスとか金融緩和の、えーえー、狙いっていうのはあの、お金の総量を増やすことによって、えー、インフレを起こすと、インフレを起こしたら賃金も自動的に上がっていくんだと、うん、ただそれは自動的ではないよねっていうね、ね、えーえー、それは一つはマインドの問題だったりとか、はい、いろいろあるわけなんですけど、まあ、少なくとも でもコストがあの物価が上がっていくインフレで物価が上がっていくその物価が上がっていくことを許容する人が増えてくる、うん、要するに、えー、いつも行っているスーパーで卵が100円から120円になりましたとえ100円から1 0 0円じゃ買えないから他のスーパーに探しに行って安いのを探すかってやらないで、うん、まあ値上がりしてるのはしょうがないよねじゃあ120円で買うかっていうふうに買うようになると、えー、物価許容 はい、マインドが上が上るとそれをやるとです、ね、企業の側もあの値上げしやすくなるので、うんえー、そうすると、そのぶ上がった部分がコストだけじゃなくて、えー、雇用にも回るっていう,、ね、う期待ができるっていう、まあ、ロジックはあるんですよねうんだから,だからそこも無理やり許容するんじゃなくて、うん、いや、賃金上がってるから大丈夫かなみたいなふうに持っていけばいいそうなんですよね、だからそれによってマインドが変わることを期待するというか、だから必ずしもポストプッシュインフレだから、給料が上がらないと言い切れるものでもない。 やっぱなかなかマインドが入ってくるものなので、うん、判断としては難しいところなんですけどね。はいう